どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということで箕輪さんに引き続き動画に出演していただいております、はい、というですね、今回は箕輪さんが就活生だったら絶対に行きたい企業、まあ、3選ぐらいお聞きしたいなっていうふうに思います、うん、僕で言うと、はい、近いかもしれないんだけど、やっぱコンテンツ作ったり、はい、なんか企画して面白いことやりたいなって思ってて、はい、まあ、その内容はあんまり狭くなくて、何でもまあ自分が楽しいと思って、でもそれを見た人も面白いと思えれば、そんなジャンルは決まってなくて、はい、で大学の時はそれこそネットが今ほど盛り上がってなかったから、はい、テレビと出版だったんだけど、はい、その軸で言うと、なんか面白いことを企画して出すっていう軸で言うと、まあでも一個一緒に仕事しているところとして、ニュースピックスはいいなと思って。ああ、どこら辺がいいと思いますか？まずメディア、はい、特にインターネットのメディアっていうことに関して言うと、はい、お客さんがちゃんとお金を払ってくれるっていうのが、特に経済メディアだとニュースピックスだけじゃない？そうですね、まあ、日経の電子版とか当然あるけど、まああれは基本新聞みたいなもんで、ネット上にコンテンツを作ってそれを見たいがために課金してくれる人を抱えてるっていうのはニュースピックスだけで、はい、基本広告費で稼いでて、そうですよね、で別に広告費で稼ぐのは悪くないんだけど、はい、まあ、テレビも広告費で稼いでんだけど、そうなるとスポンサーの方向を基本的には見るのと、はい、あとはお客さんの種類とか熱量ってよりも量だよね、はい、うん、その数字、まあ、今後変わっていくかもしれないけど、できるだけ PV を取ったり視聴率を取ったりして、はい、広告価値が高いですよって言って、うん、スポンサーからお金もらうってモデルは、はい、やっぱ面白いコンテンツを作ろうと思う時において、うん、まあ完全悪いわけではないけど、やっぱり特にウェブメディアとかだと方向が途中で違ってくる。いや、本当そうなんですよね。ね、まあ、YouTube とかもそれに近いところあるけどね、はい。僕も今のモデルとして、広告収入より企業タイアップが主な仕事で、まあ、そこの今のなんかジレンマを抱えていますよ、うん。企業に売らなきゃいけないっていう。うん、ディスれないもんね、はい。ディスることとか自由であることが全てじゃないけど、はい、優先順位として、面白さとか、はい、媒体価値とかっていうのがあるときに、面白さ1個一番上に置きたいじゃん、はい、作り側としては、はい、だからやっぱりあの面白いからってお金を出してくれるお客さんを抱えてるニュースピックスが良くて、うん、でその中でもニュースピックスで働くのは面白いっていうのは、はい、まあ悪いところはもう当然あると思うんだけど、はい、そのいいも悪いも含めて全て考えながら走ってるってとこで、うん、なんか本当に上場企業なのかと思うぐらいの雑さでとりあえずスタートしてやりながら学ぶ、はい、でその筋で結構能力がある人どんどん巻き込んでリクルートしてみたいな、まあ本当大学生なんか身の辺みたいなノリもありつつ、なのに予算規模とか企業価値とかそれなりにちゃんとしてる会社っていうスケールもあるっていう、はい、そのことの掛け算として今いろいろトライアンドエアーして若いうちに自分をなんか勝負させる場所としては魅力的だよね。いや確かに尖った方が多い印象があります、うん、尖ってるし柔軟だし早いっていうでも、はい、マネタイズもすぐやろうって思いついたら明日やろうみたいなのはやっぱり既存のウェブメディアとか他の大手なメディアとかではないことだから、はい、まあ自分が結構モチベーション高く頑張りたいタイプだったらありかな。なるほど。一つ目はニュースピックスということで、あとはやっぱ一個はファッションブランドとか行きたいかも。ファッションブランド、うん、それこそ行けるかはまあ全部置いといて、はい、いわゆるブランドビジネスやってるとこだよね。ブランドビジネス、それこそルイ・ヴィトンとかさ、はい、おー、わかんないけど、はい、グッズとか、なんかそういういわゆるブランドで商売してる、はい、フェラーリでもいいけど、はい、まあ、ナイキでもいいけど、いわゆるこれからそれこそよく言われる話で、はい、機能とか、よりも意味合いだとかブランドが大事になってくるとかってよく、それこそ山口周さんのニュータイプの実態だっけ、はい、本とかでも言われて、多分大きな方向性としてはそっちだと思うんだよね、はい、で特にこの前 LINE と Yahoo がくっついて、
要はああいう、インフラとか、世の中に役立つものっていうのははっきり言って統合され続けて天下統一みたいになって巨大な組織になると思うんだよね、はい、要は一社でいいわけじゃん。そうです、ね、究極、はい、なんか例えばさフェラーリとポルシェがあってもう同じようなことしてるから統合しようよとかなんないわけじゃん、はい、フェラーリはフェラーリが好きだしポルシェはポルシェが好きみたいなファンが分かれてれば、はい、でも LINE とさメッセンジャーアプリで言ってもさ、はい、LINE が大好きとかさメッセンジャーが大好きとか、まあ、機能でちょっと使いやすいとかあってもさ、はい、基本的にファンだから使ってるってよりも、まあ、みんな使ってるからみんな使ってるわけでもう一社でいいみたいなその機能的な部分の勝負って、はい、もう結構ユニクロでいいとかさ、はい、LINE でいいとか Yahoo でいいとか Amazon でいいとかもう一社独占みたいな世界観になっちゃってそっち以外のいやブランドを作ってちっちゃくても濃いファンがいるみたいな方をで生き残るしかないと思うんですね。なるほど。そっちをやんない限り、はい、そういう意味においてブランドビジネスとは何たるやを学びたいなっていう気がするから。なるほど。まあ、コンテンツとも似てますね。似てる。コンテンツとブランドっていうのはすごい似てるし、はい、まあ俺が大学生の時になかった自分をコンテンツ化するみたいな、はい、自分でオンラインサロンやったり、はい、書いたり、はい、発信したり YouTuber やったりして自分で儲けるみたいなことを基本ブランディングがその、表面的なブランディングじゃなくて本当に自分にをどういう風にプロモーションしてプロデュースしてどういうファンを囲うかみたいなそういう発想っていうのはめちゃめちゃ大事になってくるから、確かに、うん、なんかそういう世界的なブランドのとこで、それを学びたいっていうのがあるね。なるほど、うん、確かになんか全然似てないようで共通したものを今感じました、うん、で今でも YouTube とかノートとか、はい、書いたり喋ったり動画撮ったりでマネタイズするっていくらでもいるから、はい、今大学生だったら就職と同じぐらい 5-5 の割合ぐらいで自分一人で食っていけないかなってトライアンドエラーしてると思う。なるほど、うん、それこそ自分コンテンツ化するとか、まあ、何者かになるみたいなところは、うん、まあ、必須だとして他にありますかね、うん、まあ、別にそれも今なんか発信するっていうのも別にやんなきゃいけないっていうよりも、はい、昔と違うことで言うと昔は例えば動画を作って世に出すっていうのはテレビに入ったり、はい、映画会社入ったりしなかったらできないけど今はできるわけだから、はい、そのあらゆる意味において会社に入ったらとか就職したらっていう言い訳はいらなくなったよね。なるほど。もう今日からできるってこういうふうにもうすぐできるわけで、はい、金も会社かかんないわけだから、はい、だから面接とかってあると思うんだけど、はい、御社に入ったらこうしますってやつよりは、はい、今これをやっているので御社でもこういうことやりたいっていう方が全然そっちの方がいいじゃん、はい、だからさそれが顕著だなって思うのはなんかこの前ミナ編集室で一生に一度のお願い、はい、誰か一人叶えるんで書いてくださいって言ったんだけど、はい、そこに対するコメントとかが全部とは言わないけど8割何もやってないんだけどこういうことをやりたいから、はい、お金くださいとか、なるほど、一緒にやってくださいとかで、はい、その時点でないなって思うわけよ、うん、要は本を書きたいので編集してくださいって人と、はい、もう、本いつでも出せる状態に何回も読み直して書き直している原稿があるんで、はい、で何人かの編集者さんのアドバイスもらって、はい、結構失敗してもおかしくないレベルであるって言われた原稿がをとりあえず書き上げてるんですけど見てくださいって言われたら、うん、じゃあ後者の方がいいよってなるわけで、はい、もう常になんか会社に入ったらとか、はい、何々が来たらっていうのを待ってんじゃなくてもうやり始めてて、で最後何か協力を頼むって方が説得力があるから、実際に動いてる人がなんですか、まあ、当然ですけど魅力的というか、うん、協力もされやすいっていう。そうだから別に発信する必要はないけど、はい、イベントを作りたいならイベントを企画してればいいし裏方だろうがなんか書きたいなら
別に世に出さなくてもなんか書き続けてた方がいいし、今できることをやればとは思いますよね。なるほど、置かれた環境の中で、まあ、一生懸命できることをやるっていうこと。そう、うん、そうね、めちゃめちゃニッチで、それこそなんか謎のことやってる会社とかで勝負するっていうのもある気がするな、はい、なるほど。謎なことっていうのは誰もがやってないこと、地方の自治体とか、はい、それこそ農家とかで、はい、めちゃめちゃ変なことやると目立ちやすいじゃん、はい、それこそさ、ニュースピックスとかさ、ネットフリックスとかで企画力で勝負しようと思ってもなかなかみんな難しいですよね。モーサーズばっかいて、でもさ、はい、それこそネギ農園に行ってさ、はい、ゆるキャラで売り出そうとかさ、ネギの動画作ろうとかさ、はい、ネギのコミュニティを作って、まずネギサロンのメンバーだけが食べれるようにしようとか、うん、いくらでもできることがあって、はい、でなんかありえない方法で、あの社会人1年目でネギをバカ売れさせてる、はい、新進系の農家みたいになったら、はい、もうそこからもう結構ショートカットできるんですよ。確かに。その自分のやりたいことに、はい、である意味俺の出版もそうで、はい、俺がこうガンガンいろんなこと仕掛けたり、はい、アイデア出したり、いろんな人とコラボしてしたり、自分で発信して目立ったり、はい、で多分これがスタートアップ業界だとそんな大したことじゃない、うん、それこそ下に前田裕二、倉城堀江がいい、はい、で上に堀江の藤田さんとか三木谷さんとか件数さんとかさ、はい、いっぱいいてさ、毎日いろんなことを頑張ってるわけじゃん。確かに目立ちにくい。でも出版業界って基本的に新卒で入らない限り、はい、新しい人って入ってこない、めちゃくちゃ閉鎖的で流動性がない業界だから基本的におとなしいの、はい、弱肉強食って空気もないし、はい、でその閉じられたいわゆるある程度温室的なとこで、うん、めちゃくちゃやってると目立つっていう。いやー、ほんとそうですよね。なんでもそうかもしれないですね。 YouTuber でも就活っていう分野でやってない人がいるから目立つわけで、ね、ニッチなとかもやっぱなんですかね、まあ、領域選びに頑張った方がいいかもしれないですね。その頑張るところを頑張るというか、そうね、うん、まず一番になるって大事だから、はい、なんかイケてる業界の30番目ぐらいだったら、はい、ダメな業界の一番の方が大事で、確かにやっぱある、全ての業界の一番同士は話す機会はあるのよ、はい、それがどんなマイナースポーツだろうが、はい、アダルトビデオだろうが、もう極端な話犯罪者だろうが、はい、日本一有名になってしまえば同じぐらいのところでつながる可能性がある。なるほど、確かに。そこってもうなんか俺の中ではうまく伝わるかわかんないけど、なんか小学校のクラスみたいな感じで、はい、すごい、いわゆる言葉はあの悪いかもしれないけど、一流の人たちって世の中にいるとしたら、一個の小さい小学校のクラスみたいなイメージで、はい、全員が頭いいとかじゃなくて、全員が何かにおいて一番の小学校のクラスがあるみたいな、はい、要はめちゃめちゃ悪い人、だからヤクザの一番と、はい、一番可愛い子の一番と、はい、一番足速い子の一番と、はい、一番頭いい人の一番とか、はい、全ジャンルの中でトップの人たちがいるみたいなのがなんか一流のとこで、そこにさえ食い込めば、はい、いろんなコラボができたりして、なんかこう人生のスピード感をアップするんだ。そうですよね、なんか周りの5人の平均が自分になるって言いますもんね。で言うとIT 業界とか今で言うとめちゃめちゃ競争が激しいところで死ぬ気で頑張って50番目ぐらいになるぐらいだったら、はい、農家とかなんかわかんないけど地方の、あの公務員とかになって、はい、その中で一番になってすげえ注目されて、いや一気にその世界突っ込むっていうのはありだね。確かに、狭い領域でまず一番になるっていうことを、うん、なんかどこの企業に入るにしても業界選ぶにしても念頭に置いていただけたらなっていうふうに思います。ということで、箕輪さんのことをもっと知りたい方は YouTube チャンネルに、箕輪さんの YouTube チャンネルや Twitter ほとんど更新してないけど、ということでありがとうございました。ということで今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。